そしてお待たせしました、ポケットのソローズマスコット、スナックの登場です。はい、それでは今日もよろしくお願いします。はい、それではこの後の一言を行きましょう。スポーツのビジョン2番手、はい、地味の皆さん、夏休みの宿題は終わりましたか？終わった？本日はスチューデントナイトで悩める学生の皆さんから、そうです、スマホに質問があるようです。そうなんです、お悩みがあります。スチューデントナイト特別企画として悩める高校生の大学生徒学生からいただいたお悩みに、今年30周年を迎えました人生の大学ベテランスマホ先輩にお答えいただきたいと思います。まず最初の質問はこちら。大学6年生の女性のお悩みです。来年から社会人になり一人暮らしをすることが決まっています。いろんな家電や家具を用意しないといけない。悩み悩みなのですが、つば九郎ならまず最初に何を用意しますか？一人で生き抜いていく覚悟、覚悟を用意ですね。続いて大学3年生女性のお悩み。アルバイトでビールを売り越しますが、なかなか配数が伸びません。どうしたらたくさん売れるようになりますか？多分売り子が向いてないのかもしれませんね。いや無理だな、こいつ。一時お断りしています。大学4年生の女性のお悩み。来年から社会人になるのですが、先輩社員へのごますり方、ポイントがありますか？教えてください。おばなんて知らなくていい、先輩の先輩から誰も知らなくていい。大学2年生女性のお悩み。大学の単位を落としてしまった時の両親への言い訳で何か言い訳がありませんか？大学1年生男性のお悩み。スマホの思う学生時代にやっておいた方がいいことはないですか？ブラストテープに指名されることです。お悩みたくさんいただきました。お答えとしてくれました。スマホのどうもありがとうございました。悩み解決、お待たせいたしました。チームスタージングライブの発表です。ライディンググループ、お待たせいたしました。ジェルセーフレディ